ビリフェスお疲れ様でした。お疲れ様でした。本当に皆さんありがとうございました。満杯でしたね。満杯でしたね。私めちゃめちゃ不安だったんですよ、前日まで、うん、もう超お腹痛くなるくらいめちゃめちゃ不安で、誰も来ないかもしれないと思って、台風も来そうだったじゃないですか。確かに確かに、めっちゃ不安でしたね。でもいっぱい来てくれて本当にありがとうございます。去年の倍お客さん入ってるんですよ。などうでした、景色やっぱ違いました。いや違いましたね、全然。私あの終電 DJ の時にみんなこうライトをねやってくれたじゃないですか。もうあれめちゃめちゃ綺麗でした。えステージ袖から見てくれてたの、うん、え見えました、うん、ライト動画上げたもん。あそうだマジえげつなかったです。あれ本当に嬉しかったです。あれは何だったの、どういう流れで。俺いや私は知らなかったです。その間俺ねあのなんすか他の出演が終わってだったから、あの SNS 結局またずっと SNS 楽屋で更新してたんだけど。何ですか。あの泣いたじゃないですかステージで。泣きましたね。あそこはやっぱ感無量というか、そうですね、なんかこう主催としてこうどんなこと考えてまあ泣いたのかなみたいなのは、あんまりゆかりがその感情を、確かに、だってダブダブの去年のワンマンでも別に優作が号泣することによって全然他むしろ冷静になってた。冷静とか楽しいで終わってましたけど、やっぱもうそれ本当に準備ですね。準備期間めちゃめちゃ長かったし、プレッシャーもありました。やっぱ自分だけじゃなくて一星さんもそうですし、まあ、この動画めちゃめちゃ頑張って作ってくれるトミーさんとかもそうですけども、めちゃめちゃな人数巻き込んでやったんで、もうそれの不安がめちゃめちゃ多くて、この運営スタッフの子たちとかも声掛け私がやらせてもらったりとかしてたんですけど、こんだけ16人とかカメラスタッフも20人近く集まってくれて、こんだけの人数巻き込んで110バンドも出て成功しなかったらどうしようってやっぱ思ってて、でやっぱステージ立つまでずっと終わらないと成功したかどうかって分かんないじゃないですか。で最後の曲で 20cmboys でもう本当にめっちゃわーって拳上がってるの見て、もうゾワゾワして感動しちゃって泣いちゃいました。もう歌えてなかったもんね。いや歌えなかったですね。全員で歌うところ、歌うべきところがやっちまったといった感じで、まあ来年のことはまだ分かんないんですけど、私はいつかやっぱり野外でフェスやりたいと思ってるので、野外そこに向けて、はい、頑張りたいと思います。本当にありがとうございましたしか言えないんですよね。本当にもうやっぱさっきも言いましたけど、すごい人数が関わってくれましたし、バンドのみんなも、なんか普通のフェスって、これ多分誰かに話してるんですけど、普通のフェスで正直こう終わった後ってこうありがとうございましたツイートとかってあるじゃないですか。でもなんかそれ以上のこう感情のこもったメールインミーとかビリフェスに対しての感想みたいなツイート、演者さんもそうですけど来てくれたお客さんもすごいしてくれてるのを見て、やっぱ良かったなって思いました。伝わりますかね。幸せな気持ちをありがとうございます。来年も頑張るので2023年来ようと思っている方はぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございました。